藤谷蓮次郎です。記憶旅行と題しました当チャンネルご覧いただいてありがとうございます。今日も私の大好きなアーティストの1曲ご紹介いたしますので、5分程度で終わろうかと思いますので、最後までゆったりしたおおらかな気持ちで、お付き合いいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。その上で、ああそのアーティスト僕も好きなんだとか、その曲いいなと私も思いますという方は、ぜひともチャンネル登録またいいねで、その共感を示していただけると私としては大変励みになりますので、よろしくお願いいたします。それでは参ります。今日の企画はこちらです。ライブ版トーク第9弾です。 RC サクセションの The Tears of a Crown、 1986年10月に発表されたアルバムですが、ライブ録音版のアルバムですが、こちらを取り上げてまいりました。で、今日の曲はどうやらこのステージの最後の曲だったんじゃないかと思います。で、次からがアンコールってことになるのかなと思います。っていうのは、そういうやり取りを曲の中でしているので、で、このアルバム自体が、何度も申し上げてますが、このアルバム自体が4日間あるステージをいろいろ組み合わせて録音しているはずなので、実際にどうだったかちょっと私わからないんですが、おそらくは録音されている状態から言うと、これで最後だぜっていう感じの曲です。 Lonely Heart Never Never っていう曲ですね。ロンリーハート、こっちの丸学校抜けちゃいましたね。首都曲が今野京志郎さんです。こちらはですね、RC サクセションっていうバンドのライブコンサートは僕は結局行ったことがないわけなんですけれども、ライブ録音版とかでも面白いなと思うのは、最後ステージの最後の方をしんみりさせたりとかじゃなくて、結果的に疾走感のもとに終わっていくってことが結構ありそうな気がします。エネルギーとか、そんな感じで捉えてるんです、勝手にね。違ったら教えてください。ですが、このロンリーナイトもそんな感じでですね、どうやら女の子にすげなくされて、どうも、どうにもなんねえやったけど、もう他の女でもいいか、もうでっち上げた愛でもいいから今晩突っ走っちゃおうぜみたいなところを、ものすごくなかなかのハイスペース、速い、スピード感のある演奏でですね、バンド全体で前出てくるような感じ、ステージを右に左に動くような感じで、実際どうだったか分かりませんが、そういうスピード感のもとに終わっていきます。内容としては、今申し上げたように、詩としては分かりやすく、振られた男の方の、でもまあしょうがねえやっていう一方で、君以外の女とイチャイチャしたくないんだ、ネバネバしたくないんだみたいなこと言ってますから、例によってこの前にあったスカイパイロットと同じで、ちょっとこう少しね、下ネタがかったようなダジャレも連発していて、そういううさんくささがRCだなと思うような終わり方、メインステージはここで終わってるとは思うんですがね。この曲は RC サクセションの中でも当時のハートのエースっていうアルバム、当時このステージやった時には多分一番新しかったのかな、そちらから紹介されているというか、そこちらに収められている曲なので、これに関してはおそらく当時の、ね、ステージ戦略としての意味もあったでしょうが、やっぱり最後の最後で大きなものでしんみりさせていこうとか、もうものすごい開放感でいこうとかではなくて、最後やっぱりうさんくさく、スピード感を持って駆け抜けて終わっちゃうぜみたいなところが、今の清志郎&当時の RC サクセションの魅力と私は思うんですが、皆さんいかがでしょうか。RC サクセションの代表作、代表曲としてこのロンリーナイト、ネバーネバーとかを挙げるという人めったにいないと思うんですね。やっぱり、雨上がりの夜空だったり、トランジスタラジオだったり、清志郎さんがソロになってからのやつですけど、最近、発泡酒だかビールだかのコマーシャルで使われているジャンプとかもそうですけど、そういうのがあるにもかかわらず、最後はエネルギーとか気持ちいいとか、このロンリーナイト、エネルギーは違ったかな、気持ちいいは最後よくやってたと思うんですが、そういうのをやって、駆け抜けて終わるぜっていうところのうさんくささとか軽さっていうのが、僕はすごく RC らしくていいなと思います。そしてその次の曲、つまり多分録音上はアンコールの1曲目って扱いで出てきてるのかなと思いますけど、とびきりの名曲がまたやってきますんで、次回もぜひお楽しみにしていただければと思います。今日は RC サクセションの The Tears of a Crown から Lonely Night Never Never、 多分
この時のステージの本編の最後の曲だったんじゃないかなというところでご紹介いたしました。次週もぜひご覧くださるようにお願いします。できましたらチャンネル登録といいねの方もお願いします。それでは失礼します。